はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。楽園実況チャンネルへようこそ。さあ私はついに禁断のデッキに手を出していこうというふうに思っております。シャドウルです。このねエルシャドウルミドラッシュっていうモンスターね、あの皆さんどうですか、このモンスター好きですか嫌いですか。僕はねめちゃくちゃ嫌いなんですよ、あの使われるのは使われるのはめちゃくちゃ嫌いなんですけど、これ自分が使ってみたんですけどめちゃくちゃ好きになりました。これクソ強いねこいつ結局さ遊戯王ってさ使われるのはめっちゃ嫌だけど自分で使うのめちゃくちゃ気持ちいいってなんじゃん。それが遊戯王だと俺は思ってるんだけども、このエルシャドルミドラシさん、これをですね楽園融合から簡単に展開できるようになっているんですね。これが素晴らしいあのムーブとなっています。まあ楽園融合とね楽園開幕でとアルベルで一応楽園融合にはかなりアクセスできるようにはなってるんだけれども、このデッキ、どういう動かし方をしていくかっていうと、まあ基本的にはもちろんいつも通りねあのデスペア楽園の動きしてそのミラジェイドをスタペリアみたいな動きをしていくことももちろん あるんだけども、あのポイントはシャドールがいっぱい入っていて、こうシャドールムーブをすると楽園融合1枚からムーブとしてこのネフィリムプラス、ルークが構えられて、でさらに、エルシャドールミドラッシュが相手に爆弾させることができるっていう、まあ、この動きがあるんですよ。これのどういう風にやってあのいるかっていうのはちょっと対戦動画を見ていただければわかるんですけれども、基本的にはこの、楽園融合っていうカードの効果で、まずですね、闇属性モンスターを落としましょう。あのルベリオンを出しながらね、で闇属性モンスターで落とすのが、リザードっていうこいつ、これが効果で墓地を送られた場合にデッキからシャドルリザード以外のシャドルカードを墓地を送るっていう効果が、ありまして、この効果を使いますと。で、出すのはまずルベリオンね、でルベリオンを出すと、でルベリオンの効果でまず融合できます。これがチェーン1で、チェーン2でリザードの効果で、リザードの効果で、落とすのはこのシャドールウェンディっていうやつね、こちらに効果で墓地を送られるとデッキからシャドールモンスター裏側守備表示で特殊ができるよね、これでまあウェンディを墓地に落としながら、ルベリオンの効果で、ネフェリムを出します。はい、で、ネフェリムの効果は融合召喚に成功すると、特殊召喚に成功すると一回シャドールカードを墓地送るっていう効果があるから、これで、このレイシャドールインカーネーションっていうカードを、墓地に送っていく。でさらに、この、リーシャドールウェンディの効果を使ってデッキから、ヘッジホッククイーンを出していくと。この動きが一応楽園融合を打った時の一連の動きです。ルベリオン出す、リザード落とす、でリザードで、ウェンディ落として、でルベリオン効果でネフィリム出す、でネフィリム効果で、レイシャドールインカネーションを落とす、でウェンディ効果でヘッジホックをセット。ここまでが一連で、ヘッジホックの効果はリバースしたらデッキからシャドール魔法トラップカードを手札に加えるところがあるんですよ。でレイシャドールインカネーションってやつが墓地のこのカードを除外すると、シャドール表側にできるっていう効果があるから、これでこいつをリバースさせるんですね。はい、で、リザードかなんか除外して、でそうするとヘッジホックの効果でこの、シャドウルークが持ってくれると。でシャドウルークが何するか、まあこれ結構ね皆さんもあのよくご存知なんじゃないかなと、使われたことあると思うからと思うんですけども、こいつが自分相手のメインフェーズに融合召喚ができる永続トラップなんですよ。まあ、要は毎ターン毎ターン自分のターンに1回ずつ融合ができると。でこれで墓地フィールドからシャドウル融合モンスターによって決めたあの素材をね除外すると融合モンスター出せるっていうことがあるから、ここで、シャドウルークの効果を使って、このエルシャドウルミドラッシュっていうやつを相手ターンに爆弾させることができるっていうことですね。はい、これが本当に素晴らしい。でエルシャドルミドラッシュがこれ何するかっていうと、まあ知ってる方も多いと思うんですけど、まずそもそも効果では破壊できないと、このモンスターは。まあライトニングストーム、サンダーボルトあたり効かないと。でこのカードがモンスターゾーンに存在する限りお互いに1ターンに1度しかモンスターを特殊召喚ができないと。これが本当に強いんですよね、2番の効果。この制約をあの相手に貸すというか、相手も自分も貸すというかね、この永続効果ね、これがあのあるから、基本的に相手、まあ、やっぱ1回の特殊召喚で自分のこのミドラーシュを突破するのがかなり難しいんですよ。だから相手の特殊召喚効果とかにチェーンして、このカードを出してあげればもう相手何もできません。例えばですよ、相手の楽園融合にチェーンして、まあルーク打つと、そうするとミドラーシュ着手するんで相手は、ルベリオンかアルビオン出してエンドになるんですね。もうモンスター出せませんから、ミドラーシュ出てくると。これがね本当にバカ強いんだよね。だから、まあ、今回はこのミドラッシュっていうこのモンスターを使いたくて、まあ、こういうデッキになってますね。はい、まあ、もちろんねあの相手の
デッキに、相手のフィールドにエクストラデッキからできたモンスターがいれば、ここから打てるシャドールフュージョンとか、もう、一応入れてるし、普通にディスペアムーブして、普通にミラージュード出すこともできるし、はい。なかなかね、強力なデッキとなっていますと。で、この辺のカードは、使い方、ちょっと対戦とかで見せれればいいかなと思うんだけど、こいつは、効果で墓地を送られると、シャドールマジックトラップカードを回収できるってことがあって、これで、墓地に落ちてるシャドールークを回収できたりするんですよね。なんで、ネフィリムとかを、出して、でネフィリムで、シャドールーク回収したり、シャドルフィッシュ回収したりっていう動きを、していくために入ってます。これは最悪がなくてもなんか困ることはないかもしれないけども、例えばルベリオンの効果でコストでルーク切った時とかにネフィリムの効果でこのシャドルース落とすとコストに切ったシャドル回収できたりするんですよね。なんでなんか入れといた方が一応器用に立ち回れるかなと、僕は思ったので入れましたという感じですね。はい。で、他のギミックは、基本的にその、楽園勇者デスピアの時にやってるから、説明不要かなとは思うんだけども、アドリビリムとかを使ってね、一回効果使ったミラジェイドをね、もう一回その、融合素材にして、ドラゴンストプレイヤー出したり、ガーディアンキマラ出して、ミラジェイド戻したりとか、いう動きを基本にしていきますと。はい。かなりですね、やっぱね、このモンスターの制圧力が強い。本当に、素晴らしい、ミドラハシは。使ってみて思った。俺シャドール今回が初めてだったんですよ、触ったの。マジで強いわこいつすごい好きになったわ。今まで嫌だったけど、はい、早速ねこの、楽園シャドールデスペアデッキ回していきましょう。デュエルスタンバイ。ついに禁断の領域に足を踏み入れた男。全然シャドールしてねえ全然シャドールしてねえこのハンド。こっからね、こっからシャドールの展開ができる。何だーにマサスで。うららね、デスペア見れたら多分楽園融合に打った方がいいと思いますね。すりきしてる可能性あるんで、アルベルにうらら打つよりも、楽園融合にうらら打った方がいいです。どうせ抹殺打たれるんだったら、そこで打たれるじゃないですか。だから、アルベルに打つよりも、多分、楽園融合に打つ方がいいと思うわ。うん。どうせサーチ2のアルベルもう楽園融合しかないでしょ多分環境的に。これねすりきしたらうらら意味なくなっちゃうからさ。で楽園融合を発動して、ルベリオンですね。でここはちょっとシャドール、ムーブを見せに行きたいなというふうに思うので、ちょっとシャドール落としに行きますか。ハンドにねシャドール全然なくてもシャドールムーブできるのすごいんですよこれ。このデッキでルベリオンを融合召喚していく。そして、ルベリオンの効果とリザードの効果をチェーンしたぞ。ルベリオンの効果によって手札は1枚墓地に送り、さらにリザードの効果発動。リザードの効果によってシャドールカードを墓地に送っていく1枚。そして墓地に送るのはリーシャドールウェンリー。リーシャドールウェンリーはちなみに効果で墓地を送られた場合、デッキからシャドールをセットするっていう効果を持ってるぜ。そして、融合召喚するのはもちろんエルシャドールネフィルム。俺は深淵竜ルベリオンと墓地で存在するシャドールリザードの魂でいいんだなこれ。ウィンディは効果続くだ。リザードをデッキに戻し、あららろエルシャドールネフィルム。そしてネフィルムの融合召喚成功者の効果を発動。さらにウィンディの効果も発動していく。これチェーン順番は正直ウラル発動されたらどっちもいいんだけど、どっちがいいんだろうな、わかんねえな。こっちでいいや。ウラル発動されている時はウィンディの方をチェーン2にした方がいいのかな、わかんねえな。これシャドールそんなにレンド足りてないからちょっとわかんないんだけど、この動きが強いよね。で、レイシャドールインカーネーションとかいう、シャドールモンスターをリバースさせることができるトラップカードを持ち寄って、そして、レイシャドールインカーネーションを発動。このカードの効果により自身の墓地よりシャドールモンスターとこのカードを除外することによりフィールドのモンスターをリバースさせる。そしてシャドルヘッジホッグの効果を発動。シャドルヘッジホッグの効果によりシャドウルークを手札に加えていくぜ。ここまでが一応基本ムーブかな。これが楽園融合1枚からできるの強すぎないかシャドウルデッキマジで楽園融合1枚でなんか動き完結してるのめっちゃ強いよね。ちょっとあれは入ってないですけどね、なんかネフィリム と、ミドラッシュ以外のシャドウルはちょっと今回の枠の都合上もあって入ってはないんですけども、あの辺も入れてね、なんかその課金モンスターちょっと増やして、ちょっとシャドウルに寄せたりとかしても面白いと思うわ。はい。ということで、
ベシダ君の効果が発動しましたので、シャドウルークの効果を発動しましょう。シャドウルークの効果によって自分のフィールドまたは墓地から、モンスターを除外することにより、シャドウルモンスターを融合召喚することができる。これちなみにあの墓地から除外する、あの墓穴とか食らっても別にフィールド上にモンスターが揃っているため融合は止まらない。そしてシャドウルヘッジホックと、これ何がいいんだろうな、これアルバスでいいか、アルベルは残しておいな。さあ行け、エルシャドウルリドラッシュ。お前特殊召喚1回だからな、このターン。お前が特殊召喚1回な。あ、特殊召喚したな。お前もうこのターン1回な。もうそれまでな。お前の特殊召喚もうこのターンそれまでだから。よろしく。つえこの縛りバチクソ強い。もうだって相手これ多分まあ天勇者とかそっち系だと思うんですけども、もう展開できんからね、これ。もう、もはや。もうなんかビシュタ出しちゃったから、もうモンスター出せないんですよ、もう。まあ、召喚はできるよ、通常召喚は。セット?なんだその、セットは。どうせクソカードやろ、あれ。ドラ!はいはいはい、アルバス、あんまり微妙だな、アルバスは。やることないんごね。これ、デスピアンで、楽イーボセットかな。こちらね、シャドール、あの、ムーブすると、後続用意するのちょっと難しくなるんですけども、これあの、大丈夫です。あの、デスピアンをね、コストに切っといたんで、楽イーボが回収できるっていうね、最強すぎる。さあ、楽イーボ発動!さあ、てめえのモンスターの、てめえのモンスターを吹き飛ばしていくぜ。ここは、直ミラージェイドですね。直ミラ。直ミラージェイドで、ミドラーシュと、アルバスで融合ミラージェイド。OK。さあ、これで、俺は特殊召喚ができるぜ、何回か。今、あれだったの?別に、アレビオンとかルベリオンでもよかったまであるけど。結局、アタッカーって変わんねえから、もういいねえか。だからさあ、これで、相手のターンに妨害を増やすことができた。ちなみに、僕のデッキはミドラーシュが2枚入っているため、もう1回、あれだぜ。出すことができるぜ。とりあえず、ミラジェント君の効果を使って、お前のこのビシダとかいうモンスターはなんか、墓地に入れるとガチでやべえから、除外するぜ。ちなみに、バトルフェーズに塗ってるのはエフェクトベーラーをケアしているぜ。一応。はい。まあ、常にエフェクトベーラーをケアした方がいいという話らしいですよ。最近、やっぱ、楽融合流行ってきてる気がするんで、ああ、オーライオンか。オッケー。楽融合流行るイコール、エフェクトベーラーの採用率もちょっと上がると思うんですよ。エフェクトベーラーとウサギね。光属性だから。モンスター的に。ちょっとなんか、採用率上がると思うんで、なんでエフェクトベーラーのケアは、まあ、ウサギのケアはちょっと難しいけど、エフェクトベーラーのケアはメインフェーズにカード発動しなきゃいいだけなんで、これはね、一生ケアできるんですよ。ぜひね、皆さんもやっていただきたい。さあ、これで、エンドフェーズ入って、で、あとは、相手の、動きに合わせてまた、ドヤ顔でミドラーシュ立てるだけで相手死ぬ。イージーゲームすぎる。あまりにもイージーゲームすぎる。さあ、どうする、ハカーナ、何やるな、ハカーナくん。オーケー、いいだろう。楽陰流、アルビオンを除外してくるやつね。まあ、次は後続が用意できなかったけど、普通にミドラッシュ出せるし。まあ、ミラジェイドを破壊したら相手フッパされるしで、割とね、これ結構きついと思いますよ。言うてね。さあ、遊戯王やめろやめろ、オバハンが出てくるぞ、また。遊戯王やめろ、はい、来ましたよ。さあ、天意を特殊召喚の効果にチェーンし、シャドウルーク発動。さあ、シャドウルークの効果によって、自分の墓地より、シャドウルモンスターと闇属性のモンスターをゲームから除外し、うわははつえ。この遊戯王やめろやめろオーバーハンつえ、マジで。マジでつえ。俺、お前特殊召喚、このターン1回までな。さあ、どうする、はい。あ、それまでな。お前さ、出したな、それ。それまでな。このターンそこまでだから。特殊召喚、よろしく。これミドラーシュクソゲーだな、マジで。自分のターンはミドラーシュどかして、相手ターンにミドラーシュ出すの、これクソゲーすぎだよ。このデッキダメでば。このデッキダメだろ。何もないのは良くないね。誘発ほんと0枚ムーブは、あ、でもそれ、わなびか。わなび、うん。1枚セット、弱くないか。そんな程度で終わるんだ。なるほど。1枚セット、弱くないか。
いや、アドリビでもやるのか。いやこれ難しいな。楽園融合を打ちに行って、なんか神戦とか言われたらめんどくさいな。でも発動しに行くしかないかこれ。いや、なんかおとりに使うとなんかシャドウル一応だなんか打てはするけど、なんか微妙だよねここで。いや、もうこれが通んなかったらシャドウルするわ。通る、なるほど。深淵流ルベリオンを出しに行きましょう。悲劇のデスピアンと、ここはシャドウルムーブじゃなくて普通にアタッカームーブしに行くか。デスピアンアルバスで、ルベリオンで、ルベリオン効果発動、手札1枚切りますの効果にチェーンしてデスピアン効果発動で、アルベル持ってくるでいいかな。はい、でハンド1枚切ります。これインカーネーション切っときゃいいか。これは一応エフェクトベイラー無限法要のケアになっている。これ結構強いよね。これなんかシャドールが一応今墓地にないけどさ、なんか一応シャドールが墓地にあれば、これコストに切ると一応エフェクトベイラーとか無限法要と言われても、なんか自分のルベリオンもなんかその裏側にするっていう動きできるもんね、これね。キモキョッキッショッ。月どれか、月どれか、月どれね、なるほど。月どれか、じゃあアレベル意味ないな。アドリビデム素材にして、アドリビデム出しに行った方が強いまであるね、これね。アドリビデムまであるね。シャドール、なんだっけ、ドラゴンが、一応素材にして墓地を送られると、まあ、本当は破壊できるんで、表になったから、これもう一回楽融合さえ打てれば、なんとかなるんで、これ次のターン一応、デスピアン除外から楽融合セットして、楽融合打って、ドラゴンで、月どれ破壊はいけますね、一応。回答あるんですよ、ちなみに。楽園シャドルデッキってなんか永続魔法とか永続トラップへの回答あって、合剣ね、はいはい、いいでしょう。何デッキだろうこれ。天国、天国と合剣で3枚何も伏せずにさ、スキルドルだけ貼ってくるってこと。何デッキこれ、まあ、ちょルベリオン短期でいいや。もう守備3000あるし、まあ、抜けるものは抜いてみろバカ誰がエルドレッチはですかね。天国の王入ってるもんな、別にエルドレッチもさあ。合剣発動でも合計で入ってんのかな、デッキ。激流層、無限法要、なるほど。まあ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 、普通に強いカードはありますね、いっぱい。まあ多分これで激流層かなんか持ってくるんですか、まあ、無限法要でも別にいいですけど。無限法要はマスターズで無効にできるんで、まあ、あー、合計で合計弱いね。合計で合計は弱いでしょ。サンボル雑に処理してきたー雑に処理してきた。開幕があるとね、サンボルも耐えるんですけどね。さあ天国の王でバトルフェーズ入ると、でぶん殴ってくる。出た、天国ビートきた。なんだこのデッキ、天国ビートデッキ、これなやこれ、このデッキ。さあ何を引いた、セット、なるほどなるほど。あんまり強くないじゃん、これ回線じゃね、これ回線ですね。これ一応ですね、墓地のデスピアンを除外して、楽融合持ってきて打っていけばいいから。さあ悲劇の効果発動、悲劇のカードをセットさせてもらうぜ。さあ悲劇の楽融合再セット通ります、通りますね、なるほど。楽融合発動は発動通れ、発動通んないとちょっとめんどくさいことになる。まあ言うてシャドルフュージョン打ってるけど、一応通るかってことは、これは深淵流ルベリオンの効果をチェーン1、チェーン2で、ドラゴンにすればいいから、これはですね、これ絶対にドラゴンですね。スキルドレインとかいうクソ希少カードを処理するために、アルバスの楽園と、ドラゴンを墓地に送って、チェーン1ルベリオン、チェーン2ドラゴンで、引くしかねえ。いこう。こうだ。コストはどれだろうな、コスト、そんな何でもいいか。ルベリオン、守備で、特集。スキドラあってもね、コストを払えるんでね、一応コストを払えるっていうか、ルベリオン発動はできるんでね、効果は。で、深淵流ルベリオン効果発動で、手札1枚切るので、これはこっちかな、なんどっちなんだろう、これわかんないな、これここにか、ヘッチョキいらねえな。で、ドラゴン効果発動、さあお前のスキルドレインを破壊させてもらうぜ。ほらバカ、誰がダニー天狼戦争、いや、除外されても別にルベリオンは戻せるんでいいですし、そもそもルベリオン、あ、そっか、ルベリオンいいのか、
ルベリオンいる、だルベリオン特殊ルベリオン除外でルベリオン戻せるから別に関係ないわ。ルベリオンくんはですね別に融合できるんですよね、ルベリオンを戻せば。はい、戻りまーす。天狼接続ガチで意味なくてくさ。ルベリオンとアルバスで1ミリも刺さんないカードありがとう。さ、発動してくれて1ミリたりとも刺さんないカードを発動してくれてありがとう。いやー、飯がうめえわ今日は。今日のこれ夕ご飯うまいわ多分これ。なお今朝の8時半、なんて時間にデュエルしてんのこいつ。で、シャドールフュージョンを発動。シャドールフュージョンで、ドラマトゥルトゥルギアを、特殊召喚していけばいいので、これでミドラーシを出していく。ドラマトゥルトゥルギアとウェンディで融合召喚。現れろ、シャドールミドラッシュ。そして、ドラマトゥルギアの効果発動。これウェンディこれ発動してるけど別にこれあれですよね、1体しか特殊召喚できないからこれドラマトゥルギア持ってくるだけですよね。で、3000、6、7、8、8200、はい、勝ちましたね。バチコーン。でウェンリーは、そうだよね、そうなるよね。特殊が1回しかできないから、自分にも制約がかかる。そして、さあ、まだ耐えてると思ってんだろ、ライフ。お前まだ耐えてると思ってんだ、甘えてんな。これが楽園にいること、新パックのカード向いてねえのか。いくぞ、メラジェントの効果発動。くったばれ、ボケ。クソモンスターが消え失せる俺の前から。相変わらず口が悪いぜ。うおらドラドラミドラッシュ行け。ドラマトゥルギアでダイレクトアタック。うわー最強楽園シャドル最強。スキドレ貼られて勝てるの神か、この敵は。まあ割と悪くねえけどって感じか。シャドウルークあるから、まあ最悪楽園融合さえ打ってればミラージェード出なくてもシャドウルモンスターは出せそう。言うてね、結構ねネフィリムとね、まあ、あのエルシャドウルミドラッシュ君がさ光と闇なわけじゃないですか、属性が。だから結構相手のモンスター墓地送れるんだよ、ルークの効果で。で、まあ、ネフィリム出してさ、相手の光属性モンスター墓地送ることもできるしさ、やっぱエルシャドウルミドラッシュをルークで出すとさ闇属性墓地送れるんだよね。だからこれがすげえ強くてさ、割とあれなんだわ。なんかミラージェードパイセンとか送れるし、墓地に。まあそしたら全部もされるけどな。さあ、12cc 勇者、デスベニーデッキですね、これね。はい。OK。これもなんか結構ね、デュエルストカップでは猛威を振るっていたと言われていますが、もう毎回毎回このデッキなんかその自枚でアーゼウス式のなんか卑怯なんだよな、これ。なんかその1枚、その、まあ、演武電気一応リミット2になったけどさ、そのなんか1枚からなんかさアーゼウスなんか6素材みたいなの出てくるんじゃん、あれおかしくない？なんかあれライン超えてるだろあれ。あの展開あれライン超えてる。とりあえずまあここは、まあ、無限打ってグリフォンライダーの効果を使ってもらうしかねえな。デスベニ短期だったらねどうとでもなるんですよ、一応効果無効ないから相手これアレベル召喚さえ通れば別に楽園融合打てるんでね。まあ通るかは知らん。なおさあグリフォンライダーの効果でベルトアナコンダの無効効果を止めていき、まあ、ここであれだろ、だからデスに出てきてるんだよな。でも楽園融合ってパターンもあるよこれ。ここ入ってる可能性あるの全然。はい、ああそっちか、なるほど、オッケー了解した。でこれでデスフェニーが出てきて、デスフェニーまあ言うてデスフェニーだけだ、つまり基本この妨害が。いやこれはねなんだかんだアレベルの効果さえ今このハンドル通れば返せる。赤の楽園も一応あるね。だからまあアレベル破壊されたら次の あの赤の楽園は一応できるかもしれない。抹殺あじゃあねウララケアできてるからここはですね同系アレベル召喚して無限も一応もう一枚入ってた気がするからこれあない何も。なるほど楽園を打てる。マジ打っちゃったらもうなんかデスフィンとかいうゴミモンスター余裕ですよ。あのミラジェイドは出せるんで余裕です。これデスペとかいうクソモンスターは融合禁止エリア。
お前融合モンスター出しとるやん。お前、お前がそもそも融合デッキやんけ。なんだこいつ、自分だけデッセに出して融合禁止エリア、これ迷惑じゃない？こんなことが許されていいのか、この世は。自分だけ先に融合して後から融合禁止エリアやつも迷惑すぎるだろこれ。いや確か楽融合多いが今、これもライン超えてるだろこいつ、ライン超えてるだろこれ、クソすぎるだろこいつ。なんだこれ、絶対におかしい。これは通報するね。